with you I can be sad with you。 はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今年1年ありがとうございましたということで、常勤職員が4人集まりまして、今年1年を振り返りたいと思います。よいしょ。はい、今年1年ほんまに振り返ればね、めちゃくちゃ大変やったね。長かった長かったな。いや、長いのか短いのか。長かったってめっちゃ短かった。短かった派の人ですね。全然覚えてない。短かった派の人。じゃあ出ていってもらえますか。ありがとうございます。この1年すごく印象に残ったことを、お手元のフリップに書いていただいて、はい、紹介をしてください。はい、ちっちゃい声で何書くって言ったっけって聞くのやめてもらっていいですか。かぶらないように、いや何すんのっていう話をさっきしてたので、全員でドンってやるからな。全員でドンってかぶってもいい。いいねな。はい、いいです。はい、じゃあせーのでやめてください。せーの、はい。何見えてますかね。おお。あ、なるほど。じゃあ一人ずつ楓から言っていってください。私は井戸端遠足のカップヌードルミュージアム来ましたね。いつ行ったっけ。10月1日。あ、10月僕の誕生日。なんか遠足は今まで行ったことあったんですけど、あんな大人数で行った遠足は初めてだったので、参加率もすごい良くて楽しかった。楽しかった。動物園も行ってたやん。そうそうそう、動物園も行った。さつき山動物園に、まあまあ歩いたもんね。30分くらい。動物園まで。そうそうそう、動物園までめっちゃ近いって聞いてんけど。全然近くない。さつき山動物園までが遠い。カップヌードルはすごい駅から近かったけど、でも楽しかった。あれ、ちなみに手作りのカップヌードルは食べたんですか。食べました。でも食べるんや。子供は結構その日とかその次の日とかすごい早く食べた。持ってきて。いや、持ってきて食べてる子おらんかった。家ですぐ食べた言って報告くれた。あれ、味選べるんやったっけ。3種類。じゃあ上岡くん。はい、僕ちょっと幅広くなんですが、合同イベントですね。まあ、去年から合同で、まあ、体育やってたりとか遠足行ったりしてたんですが、まあ、クリスマス会とかも去年は合同。ただ今年に入って、まあ、コロナ前で言えば、スケートに、雪がなくスキーに行けなかったのでスケートに行ったのがすごい思い出としてあるんだけど、うん、まあ、その他コロナ中もやっぱそのね、公園、中之島公園で集まって合同体育して、そこからなんかこう井戸端と天狩り園の子供たちの距離がすごいぐっと縮まったなっていうのをちょっと感じてた。でさらに7月ですね、キャンプ、はい、一大ビッグイベント、一大ビッグイベントねやりすぎた。キャンプがあって、キャンプもで井戸端はキャンプ初めて参加したの、ね、なのでしかもそれもさらに参加率がよく割とみんな来てくれて楽しかったな。あれすごいな、すごい評判が高い。うん、大人もなんかなかったなって振り返ってたな。うん、いや、子供サポーターもいっぱい手伝ってくれたし、コロナが収まっ、ちょっと収まって今やって言った感じが、うん、ほんまに隙をついた感じが、ね、今できるかってちょっとなかなか難しいけど、あの時やったらって感じが、うん、でも良かったな、あれは。
良かった、うん、まあ、ほんまこの間もボーリング大会とか、うんね、生徒企画のスマブラ大会とんでもあった、まあ、ほんまになんか回を重ねる合同イベント回を重ねるごとになんかこう交流があって、なんかもう最近はもう、ね、お久しぶりみたいな、うん、最初なんかもう探り探りのものだから久しぶりみたいなところで、そういうのがなんかすごい見てていいなと思うので、ワンボールのイベントが一番の思い出です。素晴らしい、素晴らしい、うん、じゃあババさん、はい、オンライン授業です。出た、かぶるかなと思った、かぶると思ったからやめた。そうか、オンラインはコロナで最初に流行った時か、3月4月5月の3ヶ月間フリースクール休校してたんですけど、その間にずっとオンライン授業っていうのを、まあ、主にこの3人でやってたんですけど、その時の思い出も毎週毎週、あれ何だっけ、2週間2回ぐらいです、2週間に1回考えてたんだっけ、なんかバラバラ、でも最初は1週間やろうみたいな、そういつ終わるかわからんみたいな、そうや、とりあえず1週間やってみようみたいな感じになって、1週間だけ決めて、なんか宝物紹介とかやったりさ、ダンスオリンピックやったりみたいな、なんか栄養もさ、なんだっけ、家にある一番甘いと思うのってやってくれとかやったり、なんかいろいろしたやん。ジョーモニストも現れましたしね、ジョーモニスト一瞬なんか一瞬現れたけど、でも頑張ったよな、うん、頑張ったよな、みんなな、うん、すごいな、100コマですわ、100コマ、そう1時間半もな、すごかった、どうするよみたいな、もう何が子供に刺さるのかが分からず、結局何が人気やったのかもどう分からない、あ、でもそんなしゃあない、でもスペシャリストになれた気がするわ、期間は、うん、そうか、初めてなんか教師っぽいことしたかもしれない、うん、ほんまに、うん、なんか時間配分とかじゃないですか、そう授業始まる前にな、資料読んで自分もなんか勉強して、そう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 、楽しかったけど、ね、今思えば、うん、今、あ、そうそうそう、今思えば楽しかった、でもあの時はいや、きつなんだよ、面白かったけど、うん、きつーって思った、こいつは何やろうっていう感じ、先が見えなかったのは怖かった、確かに、そうそう、でさ、しかもオンラインってさ、反応もさ、あんま分からんやん、なんか余計に、これおもろいと思ってるかな、こっちだけが盛り上がってんちゃうかみたいな、でも最終的にはもう私らが楽しかったらいいかみたいな、なった気がする、支え合ってた、そうそうそう、ほんまに支え合った、めっちゃオーバーリアクションしてたもんな、お互いマジでそれも含め全てが思い出、はい、まあ、長かったしね、3回、なんかドキドキドリームレイディオって、やだやりたいな DR 懐かしい、久しぶりに聞いたわドリームレイディオたまにやりたい、そうそうそう、あれ面白かったね、ま、たラジオ番組はねやってたんですよ、以上です、こんな感じ、なるほど、濃いな、なかなか濃い、濃い、濃かったですよ、この1年間、危機を迎えたものの皆さんのご協力のおかげでこうやって今もフリースクールを運営することができてます、ありがとうございます、ありがとうございます、でまた来年の、抱負とかも次の動画で聞かせていただきたいので、はい、こちらも、はいはい、ぜひ教えてください、了解、はい、ではこの動画はとりあえずここまでです、最後までご覧いただきましてありがとうございました、ありがとうございました、よければチャンネル登録とかシェアとかコメントとかグッドボタンを押していただけると励みになります、はい、お願いします、はい、お願いします、では2020年、皆さんとってもお世話になりました、ありがとうございました、とってもお世話になりました、はい、2021年も引き続きここ一同よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ではさよなら、良いお年を、良いお年を。